はい、せいに大丈夫かな。1583回始めます。9月18日ですと。月曜だけど祝日なのかな、世の中は。私はちょっと関係ないんですけど、18日は私は仕事ですね。はい。でちょっとね、寝不足なんかね、風邪8月末に引いてから風邪は良くなったんですけどね、だいぶ。ずっと寝てたんですよ、その時に。ほとんど仕事か食べてるか以外は、そうしたら睡眠障害みたいになっちゃってね、なんだか、今も眠いんですけど、ちょっと喋って帰りますよ。はい、朝3時ぐらいまで、帰って寝れりゃいいんですけどね、なんだか睡眠障害なんですよね、今。もう声も眠い声になってるから。で、1583回始めます。琉球朝日放送、またこれはみだらな行為ってやつですね。女子中学生にみだらな行為疑い、陸上自衛官の男逮捕、 SNS で約束してってことでね。女子中学生ですよ。3ヶ月前、沖縄本島中部で女子中学生にみだらな行為をしたとして、警察は9月12日に海上自衛隊に所属する21歳の男を逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは海上自衛隊那覇航空基地に所属する宇田須春なんとか容疑者21歳。6月18日午後8時、6月18日午後8時から、20日午前10時までの間に本島中部にある宿泊施設で18歳未満と知りながら女子中学生にみだらな行為をした疑いが持たれていますということで、ずいぶん長いね、これ。6月18日午後8時から20日だから、20日の午前10時までの間に2泊どっかにしてんのかね、これ、宿泊施設。ホテルかどっかに2泊してんだね、これね。で8月に女子中学生から話を聞いた警察が、8月にね、携帯電話に残された履歴を調べるなどして、宇田須容疑者を特定するとともに、捜査を進めながら容疑を固めて、9月12日に逮捕に踏み切りましたと。SNS 通じて女子中学生と知り合ったと。まあ、21歳のね、自衛官ですね。宇田須容疑者の認否を、捜査に関係あるからということで警察は明らかにしていません。もしかしたらこれ否認してるかもわかんないですね。この SNS の内容っていうのはおそらくね、はっきり、わかるんでしょうし、ただね、ホテルだとしたらホテルでね、あったかなかったかっていうのをこれ否認されると困っちゃうね、警察もね。女子中学生はされた、21歳の方はしてないみたいな形になってんじゃないですか、これ。認否明らかにしてないってことはね、容疑認めてるって言うんだら認めてるって出ますからね、これね、おそらくね。犯行の動機や余罪の有無を調べてますってことで、海上自衛隊第5航空軍は現在事実を確認していますと、いうコメントですね。はい。よくある話でね。なんですけど、そうですね、21歳だからいいっていうわけじゃないけど、女子中学生はいかんけどね。21歳が例えば17歳とかだったらね、なんか4つぐらいしか差ないからみたいな感じは受けるんですけどね、ちょっと女子中学生はまずいね。あとはそうだね、21歳は若いもんね。若いから、これが50歳の男がね、女子中学生とか17歳とか言うとちょっとね、ちょっとって感じだけど、21歳は若いからね、その辺もこれ、同じ罪にしたってちょっと、あると思いますよ。なんていうのかな、量刑判断するときには。はい、出だしはこんなもんですよ。9月18日ね、出だしはこんなもんですよ。もう早く帰りますね。次行きますよ。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。